皆さんこんにちは。野外活動サークルキャンプマジックです。まずはメンバーの紹介をします。サークル長みさとです。副サーののっちです。会計のみっちです。この動画ではサークルで行ってきたイベントやボランティアについて紹介します。これまでボランティアで培ってきた経験を生かして誰でも楽しくできる工作を紹介します。そして最後には今年度より始まった新しい取り組みについても紹介します。それではご覧ください。どうぞ。そろそろクリスマスの時期じゃないですか。私なんか玄関に飾りたいと思ってるんですよ。何かいいのありますかね。おならこのリースどうですかね。おこのリースかわリースなんつってね、かわいいリースですね。これはちなみにホームセンターで買ってきたんですか。いえこれ実は手作りなんです。手作り。お手作りですか。いやこれ私にでも作れますかね。はいもちろんです。あのでは私たちがこのリースをの作り方をお教えしましょう。紙皿の内側の部分をくり抜きます。動画ではカッターを使用していますが、ハサミでも紙皿を半分に折って切ることができます。怪我には十分気をつけて作業しましょう。造花を切ります。リースにつけたいものを選んで花の付け根ギリギリを切るようにしましょう。茎の部分が残ったままだと接着がしづらくなってしまうので注意してください。紙皿に飾りをつけていきます。造花がしっかり固定できるまで手で押さえましょう。
お花紙で花を作ります。まずは好きな色のお花紙を数枚重ねて蛇腹に折ります。次に真ん中をホチキスで留めます。最後にお花紙を1枚ずつ開くと花の完成です。他にも工夫次第で様々な色や形の花を作ることができます。造花バージョンと同様に紙皿に飾りをつけていきます。リースの裏に磁石をつけていきます。セロハンテープなどでしっかりと固定しましょう。そうすることで金属製の場所に飾ることができます。また紙皿に穴を開けリボンや紐を通せばリースを吊るせるようにもなります。リースの完成です。私そろそろ可愛い照明が欲しいと思ってたんですよ。おっ、こんなところに可愛い照明が。実はね、軽部さん、はい、これ手作りなんです。え、すごいですね。しかも簡単に作れちゃうんですよ。私がこのランタンの作り方をお教えしましょう。風船を膨らませます。サイズは作りたいランタンの大きさに合わせて調整しましょう。接着剤を作ります。ボンドと水を1対1くらいで混ぜましょう。風船に何度か重ね塗りするので多めに作ると良いです。容器は汚れてもいいものを使用してください。先ほど作った接着剤とハケを使って風船に半紙を貼ります。今回使用している半紙は半分に切ってあります。また大きめのハケがあると作業がだいぶ楽になります。吹き口の部分からライトを入れるので、動画のように貼らない部分を必ず残しておいてください。半紙の上からお花紙を貼ります。動画では手でちぎったものを使用していますが、ハサミで好きな形に切ったものなどを使うと変わった雰囲気が出ます。作り終えたら5日から1週間ほど乾かします。他
管場所には気をつけましょう。十分に乾いていることを確認して風船を取っていきます。ハサミなどを使って吹き口に穴を開け、ゆっくりと風船の空気を抜いていきましょう。この時、吹き口から離れたところに穴を開けると風船が一気に割れてしまい、ランタンがしぼんでしまうので気をつけてください。ランタンに土台をつけていきます。開けておいた吹き口の部分に土台となるようペーパークラフトバンドを取り付けます。際から測るのではなく、1から2センチメートルほど外側の長さを測って切りましょう。切れ込みを入れます。ボンドを使って貼っていきましょう。完成までもうすぐです。安定したランタンとなるよう頑張りましょう。ライトをつけたら、風船ランタンの完成です。私喉乾いちゃってですね、まあ、こういう時クイッて飲みたいですよね。あっ、こんなところにクリームソーダ。いや、ダメダメダメ、これクリームソーダじゃないんですよ。おっ、じゃあこれは何なんだい。これ実はキャンドルなんです。しかも簡単に作れちゃうんですよ。え、すごいじゃないですか。私がこのキャンドルの作り方をお教えしましょう。ティーライトキャンドルを型から外します。ティーライトキャンドルを溶かします。ホットプレートを使用する際には火傷に十分注意しましょう。この動画ではグルーポットを使用しましたが、ご家庭にあるアルミ鍋やホットプレートでも作業することができます。なお、アルミ鍋、ホットプレートを使う際にはロウが付着する場合があるので、キャンドル作り専用に準備することをお勧めします。ティーライトキャンドルについているキャンドルウィックを取り外します。とても熱いので割り箸などを使って安全に取りましょう。固まるまで15分ほど待ちます。固まったティーライトキャンドルをほぐしていきます。ほぐしたティーライトキャンドルをラップに出して手で丸めていきましょう。先ほど手で丸めたティーライトキャンドルをガチャカプセルの半分に入れ、アイスクリームの形に整えていきます。この時、手で軽く押してあげると表面がきれいになります。ガチャカプセルからティーライトキャンドルを取り出し、竹串を使ってアイスクリームの中央に穴を開けましょう。
この穴は後ほどキャンドルウィックを刺す際に使います。割り箸にキャンドルウィックを差し込み固定させます。割り箸の両端はセロハンテープで固定しましょう。ジェルキャンドルを溶かします。白いジェルキャンドルは1/3、青いジェルキャンドルは2/3溶かしましょう。この時必ず青いジェルキャンドルを1/3程度残しておいてください。この後の作業で使います。先ほど残しておいた青いジェルキャンドルをコップに入れます。キャンドルウィックを固定した割り箸をコップの上に置いて、青いジェルキャンドルをコップの1/3くらいまで入れましょう。お好みでビー玉を入れましょう。色が鮮やかになるのでおすすめです。撮影の都合上ジェルキャンドルの色が青から黄色に変わります。溶かしたジェルキャンドルをコップに入れます。白いジェルキャンドルと黄色いジェルキャンドル両方使います。キャンドルウィックがコップの中央に来るよう注意しながら入れてください。固まるまで3時間ほど待ちます。キャンドルウィックを割り箸から外し、アイスクリームをキャンドルウィックに通します。ジェルキャンドルとの隙間がなくなるまで下ろしましょう。お好みで既製品のキャンドルスターを刺すとより可愛くなります。ちなみに今回動画で使用したのは100円ショップのキャンドルスターです。クリームソーダキャンドルの完成です。リース、ランタン、クリームソーダキャンドルの工作はいかがでしたか？わかりましたですね。工程がわかりやすかったですね。私も寮に飾ってみたいです。ぜひ皆さんも作ってみてください。さてここからは私たち野外活動サークルの今後について少し真面目なお話をしたいと思います。これまで野外活動サークルでは外部の方々から依頼を受け、学外でイベントスタッフとして活動してきました。しかし、この何らかとなり、昨年度からそういったバンジアーク活動が全くできていません。そこで、今期から学内で定期的に行うことのできる新たな取り組みを開始しました。それはクリーン活動です。学校周辺や学校敷地内での清掃活動や学校構内での美化活動を通して私たちの学習環境をきれいにします。また地域の方々への感謝の気持ちを形あるものにしたいと考えています。それでは早速第1回クリーン活動の様子をお見せします。どうぞ。Thank you.
工作の動画めっちゃ良かったよね。あ、もうめちゃくちゃ綺麗なのできてたね。クリーン活動も大変だったけど楽しかったな。そうそう、やっと実現できたんだよ。皆さんいかがでしたか。私たちキャンプマジックはこれからも楽しいイベントをたくさん行っていきます。それでは私たちの活動場所をご案内します。行くよ、せーの。こっちこっち。ここが私たちの活動場所、ズグ工作室です。毎週月曜昼休みの時間にここで集会を行っています。遊びに来てね。ご視聴ありがとうございました。